はい、どうも三浦です。妖怪ウォッチやっていきましょう。今回は福ガシャコインが結構溜まっているんで回していきましょう。妖怪ガシャ自体は4回しか回せないんですけど、福ガシャコインがなんとね6枚溜まっております。全部回そう。あ、間違えた、こっちじゃねえや久しぶりすぎて忘れちゃった。ほら6枚。まあ今日は4回しか回せないんだけど、4回回せばね、それなりに結構いい妖怪メダルが手に入るはず。さあ一発目。あー、村正か。どうせだったらね、政宗の方が良かったかな。回そう。2回目。合成アイテムも出てくるんだね。金、おっと来た。何、あー、そういえばね、ツイッターで誰かがつぶやいてたの見たな。アゲアゲハ出てきて残念みたいな。うわー、マジかよー。あと2回しかない。声飛ばしちゃったけど、アゲアゲハの声飛ばしてしまったけどね。あと2回。ニックネームいいよもう。さあ、この福賀社員を、福賀社員じゃない、このコインを6枚貯めるのにどれぐらいかかったかな。3時間4時間ぐらいか。なあ、そんなにメダル出てこないな。さあ最後の1回。マスクのニャンとか出てくるらしいんだけど、なあ、もうダメだ、もうダメだ、もう今日は何なんだよもう。ちょっと期待していたんだけどな。クガシャコイン、スペシャルコインの方が結構いいのかな。さあね、なんかいつも福ガシャコインを狙ってこのミッションやっていたんだけど、スペシャル、今度スペシャルやってみようかな。あやとり様か、スペシャルコイン違うな、なんだろう、何をやればスペシャルコインが手に入るんだ。あー、これか、日野神48。さすがにこれちょっとめんどくさいからできないな。6つの運命の糸も結構めんどくさいんだよね。スペシャルコイン他にゲットできるやつはないな、ちょっとないね、なさそうだ。あ、本当にないんだ。じゃあ多分福ガシャコインよりもスペシャルコインの方が位置付けとしては上なんだね。うん、あやとり様ね、6つの運命で倒さなきゃいけないし、あと日野神の48、結構時間かかるやつなんで、両方とも。そういうことだったんだね。なんだなんだ。さて、じゃあ妖刀ムラサメだっけ、手に入ったんで合成していこう。どうしたんじゃ、間違えた、こっちじゃねえや。うん、結構ね妖怪たちいるんだけど、結構合成できそうだね。無双の魂とか。さあまずは村正か。村正と勝負師がねゲットしたはずなんで、いた、来た、村正来た。おそらく A ランクかな。まあ A ランクだろうねきっと。さてさて、あと爆音クラクション、これが手に入ったんで合成していこうか。
お友達いたっけな。あ、いたいたいた、よかったよかった、いたいたいた。しかも2匹いる。シャカポコー。これは三輪車なんだよね、きっと。爆音鳴らないけど、あ、いや、このね、腰のあたりについてるなんかラッパみたいなやつ、あれで爆音が鳴るんだ。さてさて、他にはなんか合成できそうなやつあるかな。思い出すっぽんいないし。いないね。これは御影石。これは多分あれか、無理む、タンクのあいつを無理だ状にするためのやつか。で、人魚がちょっと今いないからね。ちゅうことで、とりあえず合成できるのはこんなもんか。意外と合成できない。はい、ということで、まあ、福ガシャコインがね、6つもあるということで、満を持して妖怪ガシャ回してみたんですけど、全くダメでした。ということで、今日はここでおしまいにしたいなと思います。